皆さん、毎度ニューヨークでビールの森やってるヨシです。Hello, everyone. I'm Yoshi. I'm Bia No More in New York. 本日もやっていきましょう。2 m i n u t e s b Talk 今日のお題はケラービールです。ケラービールという言葉を聞いてですね、ピンと来た方はですね、かなりのビール通だと思います。ケラービールとはですね、ドイツのブルワリーの地下室にキープされているムロカのラガービールのことです。 ろ過されていないので、えー、ミルキーで白濁していてとてもフレッシュで、えー、ろ過されたものよりもボディがありしっかりとした味が特徴ですケラービールを飲むとですねそのろ過することによって、えー、かなり味やフレーバーに変化があるということが分かるそうですそして当然ロ賀なのでですね酵母がビールの中でまだ生きているのでリッチで芳醇な味が、えー、特徴です えー、ちなみにですね、自分はですね、ケラビール飲んだことありません。うーん今度ですね、ぜひ、えー、本場ドイツに行って、えー、ケラビールを飲みたいなと思っております。それではまた。